んにちは。始まりました、川西美希です。今回は6月のお気に入りを紹介したいと思います。それでは川西チャンネル始まるよ。はい、ということでまず1つ目、最近私ダイエットしてまして、その中でも特にお気に入りのものなんですけど、ものっていうのかな、方法なんですけど、以前ダイエット動画でね紹介したこちらの手足根黄浴っていうものにハマってて、それがねすっごい汗がかけるので、この時期クーラーかけたりとか、あと冷たいものを食べたりして体が冷えるとか手足がね冷えちゃうっていう方は、これをやるとすごい汗がかけて、そしてむくみも取れるのでおすすめです。そしてお風呂つながりなんですが、2つ目はこちら、ポレオのルナミニ2です。ダイエットを始め出してからやっぱりお風呂ってすごい大事だなって思って、お風呂にいる時間を増やすようにしたんですが、新規のお風呂場紹介だったり、あとバスタイムルーティーンとかもね出したんですけど、その中でもこちら紹介したんですが、これは洗顔するときに使うものになっていて、これシリコン製のものなんですけど、ここ触るとね坊主の人の頭を触ってる感じ、すっごい気持ちよくて、でこれと反対側がもうちょっとこのつぶつぶが大きくなって粗めになってるんですが、これ洗顔するときに使うもので、ここを押すとこんな感じで振動が出るので、この振動とこのファサファサを利用してもっこもこの泡で顔を洗います。これシリコン製になってるので、夏とかね菌が繁殖しやすいと思うんですけど、そういうのとかも防いでくれるし、乾かす作業だったりとか、あと水気を取るっていう作業もなくていいので、すごい楽で洗顔するときよく使ってます。そして次はこちら、私が通っているヘアサロンジールから出ているリボーンのフィッシングベールオイルです。これねめちゃくちゃすごくて、これからの時期梅雨で髪の毛がねもはっとしてしまったり、あともともと髪の毛にまとまりがなかったり、髪の毛が傷んで見えるっていう方、そういう方とかにすごいおすすめしたいんですが、まずこのオイル手にね一滴こんな感じで取ります。で取ったら手のひらでしっかりとこんな感じで、もう手を保湿するかのようにしっかりと伸ばします。で、このオイル、スクワラムがね、入ってて、すごいね、髪の毛だったり、肌にいいので、手にこう伸ばして、そのまま手を保湿するっていうこともできたり、あと、顔とかにも全然つけれちゃう、素晴らしいオイルです。手のひら、全体に伸ばしたら、髪の毛につけていきます。で、髪の毛につけるとき、もうものすごい注意が必要なんですが、このように、普通に上からつけては、ダメです。上からつけてしまうと手にねオイルが一番ついている状態でついてしまうので、ちょっとベタッとしたようなオイリーな感じの髪の毛に見えてしまいます。なので一番下から、毛先から1、そして真ん中ら辺2で上の方3という3段階に分けてオイルをつけていきます。で馴染ませる。で一番最後に髪の毛の上、アホ毛とかがね気になったりするんですけど、それをなくすために手にオイルがついてるかついてないかぐらいの本当に微量のオイルを上からつけます。これだけでも十分こうまとまった感じの綺麗な髪の毛に見えるんですけど、さらに綺麗に見えるようにアイロンをかけていきます。アイロンの仕方はもう普通にこうさーっとねかければしっかりとまとまって綺麗なトゥルンとした髪の毛に仕上がります。で公式ホームページとかにも書いてあるんですが、これは肌にも髪の毛にも優しい成分で、肌荒れを防いでくれる効果だったり、あとハリとか弾力の効果もあるそうです。なので髪だけじゃなくって顔とかにも使えちゃうので、それで3000円って結構こういい感じの値段だなと私は思いました。なのでシワだったりとかもね結構気になるので、目尻にちょちょんとつけたりとか、ほうれい線とかちょちょんとつけたりするのもおすすめです。そして次はこちら、バビメロの2期咲乃ちゃんとのコラボリップです。でカラーがこんな感じの鮮やかなオレンジになっていて、パッケージもね可愛いんですけど、カラーがとにかく可愛くて、塗ってみるとこんな感じの鮮やかなオレンジです。でやっぱ私オレンジがねすごい好きなので、咲乃ちゃんからいただいたんですけど、ポンさんこの色好きだと思ってましたみたいな感じで言ってね、すごい可愛くてお気に入りです。で結構パキッとしたカラーなので、私の場合はベタ塗りっていうよりはちょっと唇にこんな感じでポンポンポンと置いてから唇合わせて、そして手で伸ばすっていう感じですね。最近リップもねすっごい濃くするっていうよりは、ある程度発色があって
って濃すぎないようにつけてます。こんな感じですね。でちょっとティッシュで取ってみたんですけど、ティッシュで取ってもこのぐらい残るので、かなりティントとしてはしっかりとカラーを密着させてくれるっていう感じですね。で他にもね、アイパレットだったりとか、あとリップもカラーの種類があるのでね、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。さきのちゃん素敵なコスメをありがとうございます。そして次、ここ最近ずっと化粧ポーチ、こちらのね、雑誌の付録についてたアルティザン&アーティストのポーチをねずっと使ってたんですけど、これすごいね収納がしやすくて、縦っていうこともあってリップもブラシも結構長さがあるものをボンとね入れれるのがすっごいお気に入りでずっと使ってたんですけど、結構ほつれとか出てきちゃって、あと入れるコスメとかも増えてきて、なかなか閉める機会がないっていう、もう大体開いてます。物が多すぎて開けっぱになっちゃうので、ちょっと見た目も悪いからということで新しいポーチも買いました。それはこちらです。こちらもアルティザン&アーティストのポーチなんですが、ここのポーチがねすっごい高くて税込みで9288円でした。なんかポーチにそんなに値段かけるのバカバカしいなって思ったんですけど、あまりにもこの付録のものがすごい使いやすかったので、こちらのポーチ買ってみました。で前のポーチと比べると高さがなくって、ブラシとかを縦にボンって入れれないところは難点なんですが、同じ形がちょっとなくて、まあ、大きめのポーチでなるべくポケットと仕切りが多いものを選びました。まず一番大きいところがこんな感じになってます。ここにボーンと置けるスペースがあって、そしてここに、まあ、ちょっと何も入れてないんですけどポケットがあります。こういうところは種ピンとかシングルピンを入れます。反対側もねポッケがあって、ここはチャックがついてるんですけど、まあ、チャック閉めずにブラシを入れてます。でもう一つ開けるとこがあって、でこっちはこんな感じでかなり収納ができるスペースになってます。まあ、ブラシだったりとか長めのリップ、そしてちっちゃめのリップ、ここに目薬とかコーム入れてます。でここを開けるともう一つポケがあるので綿棒とかを入れようかなと思っています。そして最後、外ポケットもあって、やっぱりポッケはね多い方が私は好きなので、例えばですけどこういうパフとかをこん中入れたり、アクセサリー系とかも入れれるかなと思います。値段はすごい高いんですけど、このね柄とかも女の人のね絵が描いてあったりしてすごい可愛いので、結構使い勝手いいしカバンにも入れやすいかなと思って気に入ってます。そして次こちら、トレニージョカラーシャンプーパープルです。でこちらね世間でいう通称ムラシャンってやつですね。で私は基本的にジールのシャンプーだったり、あと匂いとかでね結構気分で変えたりする時もあるんですけど、ムラシャンはずーっとね使ってなかったんですが、ちょうどね紫シャンプーいただいたのでちょっと使ってみようって思って使ってみたら、久しぶりに使ったらやっぱいいですね。カラーをしてシャンプーをね毎日してたりすると、日が経つにつれて結構黄色い色になったり、昔のヤンキーみたいな感じのカラーになっちゃうことが多くてすごい悩んでたんですけど、そんなに頻繁に髪の毛染めてもやっぱり髪の毛傷んじゃうしって思ってたところ、この紫シャンプー使ったら結構カラーの色が黄色っぽくオレンジっぽい汚い感じのカラーにならずに割と保てます。私は基本的に1ヶ月に1回は染めてるんですけど、紫っぽいカラーを入れてるので紫シャンプー使ってます。あとね緑色のシャンプーとかもあったり、いろんな色があります。でもカラーを保つにはやっぱムラシャンすごいいいなと思いました。そして次は6月一番高い買い物でした。まあ、6月っていうかここ最近でも一番高い買い物です。こちら MacBook Pro です。で以前使ってた私のノートパソコンなんですけど、13インチでスペックが最強のものではなくって、そして結構長い間使ってたので処理速度とかが遅くなっちゃってて、あもうそろそろ買い替えなきゃなって思ってやっと新しいパソコン買いました。普段はデスクトップで編集とかをしてるんですけど、外に出たりする時だったり、あと旅行の時とか編集したいなって思った時にすぐできるようでノートパソコンも持ってます。で普通に生活する中でだったらハイスペックのパソコンとかはいらなくって MacBook Air とかでね全然いいと思うんですが、編集したりとか大きい処理とかをするソフトを使うことが多いので、15インチの MacBook Pro で、私が買ったのは第8世代の 2.9GHzの6コアで、なんかオプションでいろいろつけれるんですけど、4TB の SSD ストレージ、これね 4TB
ってもう相当な動画とかが入るので、これは一番いいのにしようと思って一番上のやつ選びました。 True Tone 搭載、これちょっとよく分かんなかったですけど、なんか良さそうな方にしました。とか他もろもろいろいろあって、あと編集は Final Cut Pro X を使ってるので、それも入れるように購入して、まあ、その他もろもろスペックは一番高いのにして、値段が758,522円でした。もうね、高いよ本当に。パソコンにこんな値段使うってあるかなって思うんですけど、まあ一応私はパソコンをお仕事にしているので、仕事がスイスイできるような感じのパソコンを選びました。そして Apple Care 35,800円のやつつけて、でその他に USB アダプターとか延長ケーブルだったりとかもつけて、だいたい80万ぐらいかなという感じでした。もう息するのでもお金かかってんじゃないかっていうぐらい、世の中いろいろお金かかってやだな、怖いな、なんだかなって思うんですけど、美容とお仕事だけは事前投資してしっかりとお金をかけたいと思っています。で、私が持ってた前13インチのやつよりすごい薄くなってて、重さもね前ほど重くない気がするので、持ち運びもしやすいかなと思って大事に使いたいと思います。はい、という感じでね、お気に入りのものはここまでなんですが、今月は映画を2本見てきまして、まず名探偵ピカチュウ、ずっと見たいな見たいなって思ったんですが、やっと見れて、もう見たらね、ピカチュウが可愛すぎて本当に幸せな気分になりました。なのでアニマルとかモフモフが好きな方はぜひ見てほしいです。私一応第一ポケモン世代だと思うんですけど、小学校 1,2 年の時にピカチュウだったり、あとイーブイとかも好きだったかな、結構ハマって、でもその後はゲームとかも別に私はしなかったし、すごいポケモンが好きだっていうわけではなかったんですが、それでももうピカチュウが可愛すぎて、中盤ぐらいまでピカチュウしか見てなかったです。ピカさんが可愛すぎて内容とかそんな入ってこなかった。もうそれぐらい可愛いし、とっても癒される映画だったので、まだ見てないっていう方はね、ぜひ見てみてください。そしてもう一つはコンフィデンスマン JP です。で、もともとドラマでやってたやつを途中から見て、途中から見たのにすごい面白い、なんだこのドラマはって感じで、スペック以来のめちゃめちゃ面白いドラマに出会ったなという感じだったので、映画も見に行ったんですが、相変わらず面白かったです。長澤まさみさんのぶっ飛んだ演技が素晴らしすぎて、本当に楽しいし美しいし、そしてお決まりのどんでん返しがね、やっぱ楽しかったです。で、ドラマを見てなかったよっていう人でも楽しめると思うので、ぜひチェックしてみてください。もう一回見たいなっていうぐらい面白かったです。はい、という感じで6月のお気に入りはこんな感じでした。下の概要欄に商品リンク貼ってあるので、ぜひそちらもチェックしてみてください。最後まで見てくれてありがとうございました。この動画を楽しんでくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そして Twitter や Instagram、 みきこの友情、 TikTok もやっているので、そちらの方もぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ふわりしみきでした。バイバーイ。